今回は金についてお話をいたします。2024年から新ニーサが始まります。新ニーサを活用しつつ金をどう買うのか、大きなテーマになっています。どのように選んで、どのように買うのか、詳しく動画で述べています。どうぞ最後までご覧ください。こんにちは。楽天証券経済研究所の吉田です。今回は新ニーサと金投資の関係についてお話をします。こちらをご覧ください。新ニーサの成長投資枠を活用するということから見ていきます。来年2024年に始まります新ニーサにつきましては、積立投資枠と成長投資枠に分かれています。これらは併用可能です。ですが、対象となる投資信託等に現時点ではありますが、金に関連する投資商品は含まれていないんですね。ですので、成長投資枠を使った金の投資を考えていこうということなんですね。で、成長投資枠の中でもですね、いくつかに分けていますけれども、縦に分けていますのが、グローバルな金投資、そして日本の金投資なんですね。そして横なんですけれども、こちらは短中期に注目したスポット購入、そして長期、超長期に注目をした積み立て購入ですね。というふうに縦2つ、横2つに分けています。で、特に長期、超長期なんですけれども、投資信託は可能なんですよね。積み立て購入が可能なんですけれども、関連する ETF、個別株については、グローバルな金投資の場合は、米株積み立てを使うことによって可能ですし、日本の金投資においては、株積みを使うことによって可能なんですね。米株積み立て、株積みにつきましては、楽天証券当社のサービスでございます。まあ、こういった全体像になっていまして、短期か長期か、投資信託か ETF か個別株か、そしてグローバルか日本か、まあ、こういったですね、様々な切り口がありますけれども、一旦はですね、新ニーサの成長投資枠を使うんだというふうにまずは覚えていただければと思います。では、こちらですね、新ニーサを利用する際の5つの選択と書きました。いくつか考えていくですね、ポイントがあるというふうに申し上げましたけれども、それらをですね、網羅しています5つの選択なんですね。この選択を進めていくことによって、先に述べたいくつかのポイントが抑えられます。こちらをご覧ください。こちらは、新ニーサで金、ゴールド投資をするための5つの選択なんですね。1、2、3、4、5と順に選択を進めていくんですけれども、一つ目は投資枠。二つ目は期間イコール手法。三つ目が地域。四つ目が分野。五つ目が商品なんですね。で、選択肢なんですけれども、投資枠については、積み立て投資枠と成長投資枠ですね。ただ、現在はですね、成長投資枠のみということで、絞っていますので、1の投資枠については選択は自然と成長投資枠を選択をするということになります。そして期間、手法なんですが、短中期の場合はスポット、長期、超長期については積み立てとなります。これは注目する材料がどの時間軸かによって、おのずとスポットなのか積み立てなのかが決まってきます。詳しくは後に述べます。そして地域なんですが、これはグローバルか日本かを選びます。基本的にはグローバルですね。グローバルが中心ではありますけれども、円安が進行した時には日本に注目をすると。まあ、こういった考え方で良いと思います。そして4つ目の分野なんですが、3つあります。投資信託、ETF、個別株の3つのいずれかです。これらは投資の金額やリスクの許容度、加えて、ポイント投資ができるかどうか、クレジットカード決済ができるかどうか、あるいは配当があるかどうか、こういった点で
選んでいくということになります。最後に商品ですが、これは読んで見ていった分野における関連するですね、成長投資枠の対象商品を選んでいくことになります。この際に原資産の金相場との連動性が大きいかどうか、様々なコストがどういうふうな状況であるのか、こういったところを考えていきます。というふうに上から5つの選択を進めていくことによって、おのずと具体的な投資をする商品が見えてきます。地域と機関、手法についてですね、2つ目と3つ目については、材料によって判断をするということになります。どういう材料に注目をするんですか？円安が進んでいるんですか？こういう視点ですね。そして4番目の分野と5番目の商品については、様々な商品の特性、お客様の思考によって変わってきます。では次ですね。材料の時間軸と投資手法の関係について述べます。注目する材料がどういう時間軸であるかによって、その投資がスポットなのか積み立てなのかがおのずと選択できるんですね。と言いますのはこちらの通りなんですけれども、これは金にかかっている7つのテーマなんですけれども、有事のムード、世界規模の不安拡大時における資金の投資先需要が増えているとき、こういうときにはどういうふうな取引をするのかと言いますと、そもそも有事ムードと言いますのは、時間軸で言いますと短中期のテーマに当てはまります。ですので、有事ムードに注目をした金投資については、おのずとスポット購入をするということになります。もう一点ですね。有事ムードの他に、代替資産、あるいは代替通貨。例えば、株、主に米株なんですが、この代わりに金を投資をしようという場合においても、加えて、主に米ドルの通貨の代わりに金を買おうという時ですね。つまり、短中期の時間軸における有事ムード、代替資産、代替通貨、これらに注目をして金投資をしようと思っているときは、おのずとスポット購入になっていくと考えています。その理由は、これら3つの時間軸が短中期であることが多いからです。加えて言いますと、中国、インドの宝飾需要、中央銀行、鉱山会社、見えないリスク、こういった材料に注目をしている場合は、中長期、あるいは超長期という時間軸の材料に注目をしていることになりますので、手法については積み立てになっています。こういうふうにですね、注目をする材料によって時間軸と手法が決まってくるということをここで述べています。テーマの具体例で言いますと、有事ムードはイスラエル戦争であったりですね、ウクライナ戦争であったり、戦争が起きている時に金を買おうと思った場合は、おのずとスポット購入になるということですね。これらの時間軸は短中期に当てはまるからです。各中央銀行の金の保有高が増えている。この材料に注目をして金投資を行う場合は、中長期に当てはまりますので、積み立て購入を行うということになります。注目をする材料によって手法が決まってくるということなんですね。で次はですね、留意点なんですね。金相場との連動性に留意というふうに書きました。これは傾向なんですね。連動性の傾向をここで述べています。新NISAの成長投資枠対象銘柄なんですけれども、これらはいずれも投資信託や ETF や関連株でありました。ということは、現物との連動性という意味でいきますと、高い、あるいは一定程度ありという範囲なんですね。ただ、金関連の投資商品というのは、投資信託や ETF や個別株だけではなくてですね、例えば CFD や、例えば純金積み立て、スポット取引や商品先物というものも存在するんですね。それらは、この上ですね、現物価格との連動性が非常に高い、あるいは現物そのものというものが存在します。こういったものにつきましては、今述べている新NISAの成長投資枠の対象銘柄では今のところはない。ですので、最も現物価格との連動性が高いものをお取引するわけではないということをですね、
頭の中に入れておく必要があります。投資信託につきましては、現物の価格に連動することを目指すというふうに主に書かれています。ETF もそうですね。現物の価格の値動きを目指すというふうに書いています。関連する個別株につきましては、あくまでも関連する個別株なわけですので、例えば金の鉱山、本業によって大きくですね、利益が上がっている場合においてもですね、本業以外のもので業績が悪化している場合は、株価が下がることもありますので、やはり個別株であるということに気をつけていく必要があると思います。まあ、こういうふうにですね、現物との連動性で見ていきますと、最も高いわけではないということですね。このことについて留意することが必要です。では、実際に具体的な関連銘柄を見ていきます。新NISAで利用できる金関連の商品の具体例ですね。これは2023年の11月27日時点です。当社のサービスをもとにこの資料を作りました。グローバルな金投資の投資信託においては 1,2,3,4 つあります。同じ投資信託でも日本の金投資に馴染むものにおいては6つあります。そして ETF なんですが、グローバルは5つ、日本は2つ、個別株。まあこれは1例ですね。ですが、グローバルについては5つ挙げてみました。日本は1つ挙げてみました。まあ、こういう風になっているんですね。ですので、長期視点のグローバルな金投資となってくればですね、この4つのいずれかを選んでみることを検討するということになるでしょうし、もっと言えばですね、短期的な値動きですね、有事の金に注目をして、日本の金の売買をしようと思ったときは、こういった ETF や個別株が馴染むことになろうかと思います。で加えてなんですけれども、金のお取引には利子配当がつかないとしばしば言われます。ただ、ここでですね、見ていただきたいのが、ETF の一部、個別株のいずれかにおいては配当があるんですね。と言いますのは、個別株なわけですので、その会社が配当を出すと言った時には配当が受け取れます。ですので、バリックゴールドという個別株ですね。個別の企業の株においては、直近の配当利回りは税込みで 2.46% であったりですね。5713ですね。住友金属鉱山においては、直近の配当利回り税込みで 1.58% だったということもありますので、金の関連の投資商品ではありますけれども、配当が得られるということもあります。ETF もですね、一部ありまして、このバンエック、金鉱株 ETF、GDX、並びにバンエック、中小型金鉱株 ETF、GDXJ においては、複数の金の鉱山の企業の株価を指数化しているものでありますので、実際に配当が得られる場合もあるんですね。このように見ていきますと、必ずしも金の関連する投資商品が、全くその配当が得られないというわけではないということがわかると思います。加えて、三角を書いたんですけれども、これはブラックロックゴールドファンドという投資信託なんですけれども、これもですね、個別株を指数化した投資信託なんですね。で、今は配当を出していない。これは分配金ですね。分配金を出していないファンドなんですね。数年前は分配金を出していましたけれども、今はファンドの都合で分配金を出していないという状況になっています。ですので、配当を得たいという場合においては、個別株か、個別株をの複数を指数化した ETF か、まあ、こういった選択になってこようかと思います。では、今回は、新NISAで買う金ゴールド関連銘柄と題してお話をさせていただきました。次回もどうぞよろしくお願いします。